どうもリフライズのレオとヨーマです。この度新しく YouTube を撮っていこうということになりまして、動画を回させていただいております。簡単に自己紹介といいますか、僕たちリフライズの紹介をさせていただくんですけども、はい、僕たちリフライズは2016年7月の11日に結成をして、今年の7月11日で5年、そして6年目を迎えるわけですけども、福岡博多を中心に活動しております、はい、僕が宮崎県出身、26歳、はい、レオと申します。ありがとうございます。私が沖縄県出身の28歳、龍馬と申します。よろしくお願いします。硬いですね。まあ6年目どうにか、たくさんの人に知っていただく機会だったりだとか、たくさんの人に僕らの音楽を聴いていただくための方法をあらゆる手段から手当たり次第当たっていこうということで手探りでいろいろやりながら、とにかく今回は、YouTube を撮ってみようかなということで、バン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 動画上げていこうかなと思っておりますので、ぜひ皆さん、チェックしてほしいなと思います。ぜひぜひチャンネル登録者数今年中にどうでしょう、目標は100万人目指して頑張りたいと思います。はい、金の盾くん、はい、金の盾がよろしくお願いします。いや、僕のリアル目標で言うと、リアルで言うとインスタ登録者数、 YouTube、 TikTok 全部1万。なるほど、全部1万。そこを目標にしようかなと、なるほどなるほど思ってますので。でも言うて今2700人、はいはいはい、残りね7500人、はいはいはい、いけると思います。いや本当ですから、俺らめちゃくちゃ人頼みなんですよ。プチバズ僕は高くですよ。でもだからやっぱ TikTok も1000万人目指していきましょうか。1000万は無理よ、はい、無理ない。1000万の登録者おったらもう東京ドームやペイペイドームすぐ埋まっちゃうから、はいはい、1000万人登録者数がいそうなここだけどね。はい、リフライズ。どうですか、意気込みを。まあ、普段僕らがね、そのライブしてる時だったり、それ以外の部分を主になんか撮影して、それを見ていただくっていう形を作りたいなと思っているので、うん、なんかこう僕らもこうこれをやりたいっていう案を出すんですけども、皆さんからもどんどん企画を募って、はいはい、普段見れない僕らの姿が見せれたらいいんじゃないかなと思うので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。だから、まあ、早速この後ゲーム対決して、負けた方がバンジー飛んでもらう。いや、めちゃくちゃ厳しいよ最初やばいね、そんな感じでスタートしていく。いや、なんか最悪行くよ、リョーマ一人でこうテレビ電話つなげてとか分かんないですけど、うん、カメラ持って夜のお寺とか行ってもらう。いや、そうね、それね絶対出てくると思ってて、うん、でもバンジーとか、うん、スカイダイビングとかは興味があるの、うんうんうん、なんかわかる、ない興味があるんやったらダメよ。そうで、一番何やろやられたくないの、うん、やっぱそれない、そのカルトチックなやつは、うんうん、本当嫌だから、それをしないようにね、負けないように頑張らないといけないから、うん、ずっと僕だからそれこそ龍馬には黙ってきてたんですけど、うんうん、少しやっぱ先祖代々やっぱ霊感というか、うん、幽霊に対してのこう、うん、免疫っていうのがあって、はいはいはい、まあ、龍馬の今僕らが乗っているリフライズカーってあるんですけど、うん、後ろ一回荷物乗せてる。おマジでやめる、このタイミングで言うの、そういうの。荷物乗せてるとこあるじゃん、うん、あそこ危ない、ちょっとあそこの荷物をどけた時が、荷物を乗せてた方がいい。え、どういうこと。荷物をどけている時がちょっと僕子供の。おマジでやめろって、そういうのは本当に本当、男の子、男の子ね、でもだから大丈夫。マジで男の子、え、なんで。女の子がダメやったら確か逃げるの。いや関係ねえ性別問わずや俺は霊に関しては。なんで危ない、あれはあれ危ない、見てるよずっと。え、いや違う違う違う、背もたれの上から見てるんだけど、背もたれの隙間から見る。うわマジ怖い、うわマジ怖い、うわマジ怖いうわめっちゃ怖いなって今嘘でーす。嘘です。嘘なんですけど、こういうのをねどんどんやっていこうかなと思います、はい、いいんじゃないでしょうか。本当それですよ。ぜひ皆さん楽しみにし
してくだされば嬉しいなと思います、はい、たくさん僕らを盛り上げてください、うんうん、そしてこの動画がいつかあの頃こんなんだったなって振り返れる日が来るように、うん、僕たちは必死に頑張っていきますので、はい、よろしくお願いいたします、 ではでは1本目の動画はこのぐらいでしょう、はい、うん、エリフライズレオとヨモでした。皆さんありがとうございました。イエイ、見てね。YouTube チャンネル登録よろしくお願いいたします。